新藤辰巳のゴミラジオ。はい、テアンデー新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカよあなたは新藤辰巳でございます。今回はですね、もうね、キングオブコント2010、GAG さん決勝おめでとうございます。今回はね、GAG さんはもう無敵ゾーンにいるんじゃないかということで話していきたいんですけどもね。まあ今回驚いたのが、GAG さんのちょっと YouTube チャンネル拝見させていただいた時に言ってたのが、なんか決勝が全員集合で発表する形じゃなかったらしいですね。まあコロナの関係もあるでしょうけど、まあみんな解散して各々に決勝進出した人のみが電話で来ると。めちゃくちゃ緊張するね、これね。で、来た時相当嬉しかっただろうね。で、やっぱりこのさ、GAG さんってさあ、覚えてますかね？一時期キングオブコントってのは決勝4分だったんですよ。今は5分ですけど。で、準決勝は4分1本で評価されてたんですよね。決勝上がるかどうか。その時は GAG さんどんだけ受けても落とされてたわけですよ。ひょっとしたら GAG さんはなんか不遇の時代、というか評価されない時代がずっと続くのかなと思って。そしたら、ある日、キングオブコントはネタ時間、決勝は5分になると。しかも、2本やると、準決勝で。それで評価するってなった時に、常にネタの強いネタが非常に多くて、ネタ弱がある GAG さんが決勝に行くようになったんですよ。そしてそこから、2017から、決勝行って2018、2019、2020と4年連続で決勝に行ってる。順位も10位、8位、4位と確実に上がって、 GAG さんの魅力というか技術、笑いの取り方っていうのが評価されていっていますよね。まあ2015年で ABC で優勝したりもしておりますけども、やっぱりね、 GAG さんはいろいろ評価は高い人たちで、まあ一時期はね、南海ギャンジーズの山田里さんのね、司会で宮戸さんが呼ばれて、すごく MC が上手いっていうのでね、仕事殺到みたいなね、ヤフーニュースもありましたけども、いや、まあそんな中で GAG さんというのは、個々のね、この力のあり方と、やっぱり福井さんのネタ作り力ですかね。で、こんなに連続的に決勝行くんだったら、もう来年も、再来年も決勝行くんじゃないか。いや、無責任な見方ですよ。キングオブコントの決勝に行くのにどれだけ大変か。それは、分かっております、僕も。だけど、それをも、変えてしまう、考え変えてしまうぐらい、GAG さんは、もう、無敵ゾーンにいるんじゃないか、っていうところまで来ていますよね。すごい、本当に。まあ、もともとはね、僕は女装のネタが好きで、去年、おととしだわ。2018年だよね。宮戸さんの女装を、に恋をして、中野440のキャパ30ぐらいのところのね、劇場で3人お呼びしてトークさせていただいたこともありましたよ。ね、今となっては何喋ったか忘れてしまいましたけど、すごく品のある、ね、なんかトリオ、不思議なトリオですよね。仲良さそうなのか悪そうなのか分かんない空気しますよね。あれがまた魅力なんですかね。どっちなんだろうみたいなね。まあ別に悪くもないんでしょうけど、良くもないのかな、分かんない。まあこんだけのね、キングオブコント決勝に行くだから、行くぐらいだから、かなりストイックにやってると思いますので、あんまり和気あいあいとできる空気は絶対ないとは思うんですけどもね。で、やっぱり中野芸能小劇場とかってご一緒になっても、やっぱり GAG さん常に受け方がすごいと。吉本のホームの場所だけじゃなくて、外部に来てもやっぱやばいという受け方、なんかうなずかずには折れないというか、評価せざるには負えないというか、面白いと言わなきゃいけないこの脅迫観念すらあるぐらい常に毎回受けてるんですよ。そんなに僕 GAG さん追ってこなかったんで、やっぱり大阪の方で結構長く大阪にいられたっていうのと、 GAG 少年楽団っていうね、
名前で、まあ存在はずっと知っておりましたけど、である日東京に来て、でも大宮の方で活躍してたので、そんなにテレビの進出とかはそこまでなかった。でキングオブコントでやっぱ運が向いてきてるとは思うんですよね、完全に。まあ、YouTube のね、YouTube のさ、YouTube のね、閲覧数も、まあ何万とかね、結構平均的にちゃんといってるし、面白を表現するのにやっぱり、長けてる感じはしますよね、何やらしても。まあ平場にしても、MC の宮田さんにしても、ネタ作りにしても、バランスが絶妙。あと、縦関係とかもなんかちゃんと立ち回れそうなね、3人でしたね。だから僕とは、あまりにも文化の違うところで育って、いて、ひょっとしたら理解できないこと山ほどあるだろうなって思いながら、トークライブの時はちょっと喋らせていただいてたのはあったかな。だから向こうからしたらちょっと頭のおかしいおじさんが急にライブ呼んできたら怖えなってずっと思ったかもしれないですね。そうだとしたら申し訳ないと。徐々に僕もね、おじさんですけど、自分の悪い点は直して、迷惑かけないように頑張っていこうと思いますので、ね、多めに見ていただき、ご了承いただけたと思います、本当に。で、やっぱりね、隠れファン多いよね。JAG さんって、わあ、俺ね、ごめんなさい。もうすごい人気あったらごめんなさいね。俺そこまで人気ないっていう勝手に印象を持ってるんですよ。そんなに満帆のお客さんのとこでライブネタかけてるとこ見てないっていうのもあるんですけど、でもね、周りの人でね、JAG さん好きとか、すごい聞くんですよね。今回、誰、優勝してほしい GAG さんとか、どんな芸人さんですか、僕 GAG 好きなんですよとか、男性の方も GAG よく言われますよね。だからびっくりするぐらい、あ、なんか俺ね、パーセンテージで物事を考えるときあって、あ、こんなに GAG さん応援してる人多いんだったら俺応援しないでいいやってちょっと思ってるんですよ。僕ね、なんかこれ頭おかしいのかな、なんかわかんないけど、お笑いライブでもそう。あ、こんなに受けてんだったら、もう笑い取んのやめようとか、思うときあるんですよ。エンディング、笑い取らないでって俺 MC の時注意したことあって。もう、だいぶもう笑い取れてるから、入場料に見合った笑いの量超えてるんで、もうやめてくださいって俺注意したりするんですよ。だからそれがね、ちょっと働いて、最近ね、僕の周りで GAG 面白い人って非常に増えているんですよ。だから、僕ね、応援していません、今。そのぐらい、GAG さんっていうのはやっぱ期待ともうリスペクトをされてるっていうことでやばいなっていう、うん、なんかゾーンみたいのに入ってますよね、そういう殿堂入りというか。だから ずーっと決勝行って気づけば、まあ、さらば青春の光みたいになるんじゃないかって言ってる人もいますし、もう連続決勝で、まあいずれは優勝もあるかもしれないしね。それかその前にもうタレントとして売れちゃうのか、どうなんだろうっていうね。だから大宮の芸人さんが今結構飛躍してきてますよね。大宮っていうのは意外となんか一時期に勢いあったけど、ちょっと落ち着いてきた人が多くいるようなイメージあるんですけど、まあマジカルラブリーさんとかも大宮だったっけ、うん、だからそこら辺のね、なんかもうすごい、なんかちゃんと実力ある人が今まさに実力あるとこを見せつけて、人気と話題も持ってる、末広がりさんとか七曲がりさんもそうだったっけ、撮ってるっていう感じの、大宮ブレイクみたいなね、超盛り上がってる感じしますよね、ここ。だからそういうところがなんか、まあ、こう再注目されるっていうのは僕はすごく好きですね。やっぱ実力ある人がちょっとなんか運悪くてちょっと注目離れて、またなんとか駆け上りきるっていうんですかね、そうなってちゃんとやっぱりちゃんとやっぱり実力あるんだっていうのがちゃんと再注目されるっていうのはやっぱ芸人としてはすごく嬉しいなっていうのと、かつやっぱまあ GNG さん遅から早からもう優勝する人なのかもしれないですね。こんだけ安定して決勝行って毎回受けているっていう感じですし、で絶大なる信頼もいろんなファン、僕の周りのいろんな人にも影響してますからね。すごい。で、トリオでこんだけ安定感と勢いある人ってなかなか今まで聞いてこなかったんじゃないかなって。まあまあ、東京03がいるか。東京03がいたんで今撤回します。うん、でもそのぐらいすごいよね。で、M1 グランプリとかもね、まあ出てますので、まあ割と言葉、シチュエーションというよりも言葉と関係性でスパンって落とす感じのが多いので、M1 もなんか向いてそうですよね。
JAG さんは。だから本当にキングオブコントだけでなく M1 とかも支配してしまうんじゃないかと、ちょっと恐怖の存在 GAG さん、キングオブコント2020非常に楽しみにしておりますということでございまして、以上新藤集めゴミラジオでした。